本家本元日本史一問一答聞き流し動画。大学受験一問一答で圧倒的な人気を誇る本家本元一問一答聞き流し動画に中学生版が登場しました。中学歴史の重要用語が一気に学べる一問一答の誕生です。義務教育の内容は日本人として知っておきたい基礎的な教養だから、中学生はもちろん大人の学び直しにもぴったりな一本です。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。国ごとに置かれ軍事や警察を担当した鎌倉幕府の役職は何か。守護、荘園や公領ごとに置かれ土地の管理を行った鎌倉幕府の役職は何か。地頭、鎌倉に開かれた武士政権のことを何というか。鎌倉幕府、鎌倉に幕府が置かれていた時代を何時代というか。鎌倉時代、将軍と主従関係を結んでいる武士のことを何というか。御家人、御家人の持っている領地の支配を保障したり新しい領地を与えたりすることを何というか。御恩、御家人が幕府のために警備を行ったり戦ったりすることを何というか。奉公、政所の長官のことを何というか。執権、執権を中心に有力御家人が話し合う政治のことを何というか。執権政治、幕府が京都に兵を送り後鳥羽上皇の軍勢を破った戦いのことを何というか。承久の乱、承久の乱後京都に置かれた朝廷を監視するための機関を何というか。六原丹大、同じ土地に米と麦を交互に植えるやり方を何というか。二毛作、寺社の門前などに定期的に開かれた市のことを何というか。定期市、鎌倉時代に主に輸入された中国船のことを何というか。宋銭、東大寺南大門の金剛力士像は誰の作品か。運慶、快慶、後鳥羽上皇の命で編纂された和歌集を何というか。新古今和歌集、平家の滅亡を記した軍記物語を何というか。平家物語、南無阿弥陀仏さえ唱えれば極楽浄土に生まれ変われると説いて浄土宗を開いた人物は誰か。法然、法然の弟子で後に浄土真宗の開祖とされた人物は誰か。親鸞、踊りながら念仏を唱えることを主張した人物は誰か。一辺、一辺の開いた宗派を何というか。次宗、南無妙法蓮華経を唱えれば救われると説いた人物は誰か。日蓮、座禅によって悟りを開こうとする宗派を総称して何というか。禅宗、
臨済宗を開いた人物は誰か。栄西。曹洞宗を開いた人物は誰か。道元。中世モンゴル高原にいる遊牧民族が統一して建国した国家のことを何というか。モンゴル帝国。モンゴル帝国の建国者は誰か。チンギス・ハン。モンゴル帝国のうち中国とモンゴルの地域に建国された国のことを何というか。元。元の建国者は誰か。フビライハン。蒙古襲来の際の鎌倉幕府の執権は誰か。北条時宗。一度目の蒙古襲来のことを何というか。文永の役。二度目の蒙古襲来のことを何というか。公安の役。鎌倉幕府を倒すための計画を二度行った天皇は誰か。後醍醐天皇。鎌倉幕府滅亡に貢献した鎌倉幕府の有力御家人は誰か。足利尊氏。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。義務教育をもう一度学び直せる一問一答歴史編には講義編もあります。その名もなぜと流れで義務教育をもう一度歴史編。義務教育をもう一度学び直せる一問一答に完全準拠の講義動画。義務教育の内容は日本人として知っておきたい基礎的な教養だから、中学生はもちろん大人の学び直しにもぴったりな一本です。歴史のなぜと歴史の流れに重点を置いた講義動画だから、聞き流すだけで歴史がみるみるわかります。一問一答動画と合わせて使えば実力アップ間違いなし。監修は金谷の日本史、なぜと流れがわかる本などのベストセラーで、受験生の圧倒的な支持を集める教育作家の金谷俊一郎先生。読み手は私たち教育系朗読ユニット朗読娘が担当。耳に残り頭に残る朗読を心がけました。収録は文京区湯島にある私たち朗読娘の自社スタジオ、朗読部屋スタジオ。プロレベルの機材とスタジオで圧倒的な高音質でお届け。なぜと流れで義務教育をもう一度歴史編。収録は朗読部屋スタジオ。